ぶ学部なんですか？そうですね、史学科というのはまず日本史、西洋史、東洋史、考古学の4つの部門が分かれていて、その分野のことを深く学ぶ学問だと思います。1年の必修なんですが、日本史、西洋史、東洋史、考古学の4つの分野の概説という形で広い知識を得ることを目的とした授業が必修としてあります。僕はもともと高校の時に世界史をやっていたので、西洋史が特に楽しかったです。西洋史では特にヨーロッパの範囲のどうしてこうなったのかとか、時代の流れを追って歴史を見るというのがとても面白いと思いました。非常に重要なんですね。どういうことかっていうと、まあ、ここにいらっしゃって皆さん史学科の方だと思うんですけど、史学科のいいところは多分勉強する人が、勉強好きがいっぱいいて勉強が楽しいです。私東洋史です。日本と韓国 のことについて勉強しようと思ってます。韓流好きがちょっと多いと思います。僕はビスマルクの、ドイツ史が好きです。はい、それが俺が言うと多分いろんな方面からボコされるんですよ、マジで。まあ、ドイツのナショナリズムを作り上げるという点で、やはりビスマルクが成し遂げたという影響は大きいと思いますし、どうしてこの人物が登場したのかというところは勉強するというのがとても面白いと思います。僕が思うのは、まず日本史を僕はやっていなかったので、その時点がとても苦労したので、日本史も触れていくことをお勧めします。あとはまた歴史マニアの人とかも多くいると思うので、ぜひ来てください。以上、史学科の方に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。